もう鬼姫様出てこない。でぇー、ダメかー。はい、イケモンです。今日はこちらのゲームをプレイしていきたいと思います。鬼遊び。どうやらね、主人公が行方不明の友達を探しに行って体験する恐怖物語ということで、早速ね、遊んでいきましょう。はじめから。鬼姫様って知ってる？うん、知ってる。この町に伝わる古い伝説でしょ？そうそう。昔々、ここがまだ村だった頃、ある農家の家に頭から角が生えた女の子が生まれた。その角のせいで、その子は誰とも仲良くなれず、いつも一人ぼっちだった。そんなある年のこと、悪い病が村中を襲って大勢の人が苦しんだ。村の人たちはそれを女の子のせいにして、みんなでその子を殺してしまった。それ以来、村では突然子供がいなくなってしまう、いわゆる神隠しが頻繁に起こるようになった。きっと一人ぼっちのまま殺された女の子の霊が友達欲しさにさらってしまう、そんな噂が誰からともなく流れ始めた。学校の割と近くに小さな神社があるでしょ？あれはね、実はその女の子の霊を鎮めるために建てられたものらしいの。でもその子、鬼姫様の霊はまだ成仏できていない。今でも時々そこへやってくる人を連れ去ろうとしているの。はい、鬼遊びやっていきましょう。放課後会談してたんだね、3人で。けっ、バカバカしい、ケンスケくん。うん。どうせ単なる勘違いだろ。本当だよ。私、昨日友達と一緒に行ったけど、絶対変な気配したよ。それに、隣のクラスの川島さんも、私の先輩の友達が誰もいないのにあそこで気味の悪い声を聞いたって話してたもん。かなちゃん。ほう、じゃあその川島さんとやらの先輩の友達って誰だよ。出た、この怖い話あるある。絶対友達の友達がとかね。ほら、言ってみろよ。ケンスケ、やめとけ。ケンスケも、あー、うー、泣いちゃったよ。ほら見ろ、やっぱり作り話じゃねえか。あー、かなちゃん、ケンスケ、もうやめようよ。踏んだ。かわいい、踏んだ。あんたは昨日誘っても来なかったくせに、偉そうに強がってるけど本当は怖いんでしょ。バカじゃねえの。アホらしくて付き合ってやれなかっただけだ。嘘よ、本当は怖いから行きたくなかっただけよ、てめえ。二人とも。いいぜ。そんなら今日、今から俺一人で行ってきてやるよ、もう。バカ、ケンスケ、フラグを立てるんじゃないよ。明日、行ってきた証拠、持ってきてやっからな。そしたら俺に土下座しやがれ。ケンスケ、ちょっと土下座を要求するのは器、ついてくるんじゃねえ。ああ、もう、ムキになっちゃったね。多分、みんな思ってたよ。次の日、ケンスケは学校に来なかった。その次の日も。どうせまたバカやってば、学校サボっただけよ。はじめはそう言っていたカナさんも、今は沈みがちで元気がない。あれから、1週間が過ぎようとしていた。ケンスケはここへ来たのだろうか。ケン
介くんのお家には行ったの？ねえねえ。ああ、動けるようになった。はーい。じゃあちょっと。オッケー。では行こう。おお、読める？神社の由来について書かれている。内容は学校で聞いた鬼姫様伝説と大体同じだ。ん？奇妙な紙が貼り付けられている。いろはにほへとちりぬるおのやつだね。文字がにじんでいてほとんど読めない。これさ、私思うんだけどさ、絶対こっち側のお賽銭箱盗まれてるよね。これ、こっち側にもあったでしょ、お賽銭箱。これ絶対。まあきっとシステム的にこう、このちょうど真ん中に置けないんだろうね。ただこれ盗まれたように見える。はい。お賽銭箱。今お金がないのでお賽銭あげることはできない。ははーん。何か白いものが引っかかっている。汚れたハンカチ。ほう。どこかでお金を拾うんじゃない？あ、いけないな。ダイヤル式の錠前。まだわからない、これは。手を洗うところ。あ、水でハンカチの汚れが落ちるかも。落とします。ハンカチに水をかけた。汚れが落ちて文字が見える。七五の調べ、横に八レス、四十七文字歌うとき、縦と横、宝の眠る場所を記せ。ということは、ここだ。七五の調べ、このターとカーとラーの場所かな。の、何文字目かってこと？ だから、宝だから、161422。161422って入れてみようか。じゃあちょっとここに、22。どうだ？えい！ダメ！ え？宝の場所でしょ？違うのかな？でも多分さ、このなんか表みたいに見て、例えばただと、その3列目の4番目にあるとかで、34とかではないと思うんだよね。だって47文字歌うときってことは、1から47で当てはめると思うんだけど、あ、待てよ。縦と横で歌うとき、え、そういうこと？ 3 列目の4番目ってことかな。それで一回やってみる。でもそれしかないよね。343244かな。44、どうだ？待って、そっちではないと思ってしまった。先入観って怖いね。鍵が外れた。祠の中を調べます。ちょっとなんか今見てはいけないものがあった。めっちゃドクドクいってる。て、作り物か。でも血が付着して、じゃあ一体誰の。早くここから離れた方がいい。このことを誰かに知らせないと。やめてよ、ずっとドクドク。待って待って、危ない危ない。セーブセーブ。あ、待って、セーブしたらドクドクが消えたんだけど。ちょっと待って。ああ、お賽銭あげときたい、なんとなく。いくよ。大丈夫？ああ、大丈夫だ。え？
あ、びっくりした。こんなにさ、風の音すごかったっけ？そんな、さっきまでまだ夕方だったのに、なんで急に暗く？念のために持ってきて正解だったな。懐中電灯を取り出した。おかしい。いつもと比べて光が弱いような。待って、だんだん、弱いよ、弱くなってるよ。何？ちょ、待って、何？待って、決定ボタン押したくない。何か来る。何だったんだ。敵が近づいてくると光源がこう弱くなるのかな。ちょっと某ローみたいな感じだね。まさかあれが鬼姫様。一瞬見えてすぐに消えてしまったけれど、常に見えるとは限らないのか。そういえばさっきあれが近づいた時、ライトの光が弱くなったな。鬼姫様を避けつつ家まで帰りましょう。鬼姫様の姿は見ることができませんが、接近すれば懐中電灯の光が弱まります。ただし出現している間はセーブができません。うまくできてる。じゃあ今のうちしとこうね。これで弱くなったらどうしたらいいんだ。弱くなったら違う方向を向けばいいのかな。そんな、ここは確かまっすぐ一本道だったはず。どうなってるんだ。ああ、すすきの原になっちゃってるんだ。それにこんな塚、ここへ来るときは絶対になかった。中央の塚を調べると難易度を変更することができます。今、待って、今何になってるの。っていうかさ、このお地蔵様の置かれ方変じゃない。なんか、そしてこの彼岸花の数もなんかあるかな。1334、時計みたいだな。難易度、デフォルトでいいか。じゃあ、はい、正しき場所にお札を納めよう。あ、なるほど。お札を探してここに置けば帰れるの。道が出てくるのかな。お札を探すのか。待って待って、出てるよ、出てる鬼姫様が。あー、やばい、やばい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 、やばか。ちっちゃくな、追ってきてるじゃん、追ってきてるじゃん。家に帰ろうじゃない。だって待ってー追っかけてくるのね。なるほど、はい。ということで、こまめな記録が大事ということだね。はい、ではやっていきます。お札を探せ。もう追ってきてるじゃん。分かった分かった。もうこういうことでしょ。こういうことでしょ。こういう感じでここを時計にして巻いてこっちに行く。え、待って、ずっと来てるよ。こういう、これ負けてる。やばい、いや負けてるのこれ。あー、難しすぎる。まず出てきたら、見えないって難しいね。はい、で出てきてる。今度こっちに行きます、こっちに行きます。出てきたんでね。なんで前に来てるやん、前に来てるやん、前に来てたじゃん今。こっちは大丈夫でしょこれ。ま、さ、簡易モードと。はい、これいいよ、これ、これ、これ、円滑な進行のために。先回りで待ち伏せされることがなくなるっていうのはいいね。はい、並行します。よし、やっていきましょう。はい。OK。いいね。はい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 。お、お、
ぞ。お札取ります。はい。でセーブしようね。はい。で今度上に行こっか。はい。おっとっと、取る。はい、3の札ありがとう。はい、オッケー。いいよ、なんか途端に順調だよ。で次こっちに行こう。はい、上いる。そしたらもう、ま、先回りされることはないから逆方向に行けばいいだけだもんね。はい、下。はい、オッケーオッケー。はい、拾って拾って。あー、待って待って、あ、待って、やばいやばいやばい、鬼姫様鬼姫様ずっと追っかけてくるじゃん。あれ、待って、取れなかったお札いなくなった。オッケーオッケー。ふう、はい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 。ここはサクッと集めていきたい。取ります。1の札。はいはい。で次上に行けない。これ、あ、こっちかな。はい、よいしょ。はい、ここもゲット。はい、お札取る。4の札。OK。さあ、これでさ、これで取ったかな。うん。正しいとこに収めろ。多分1と2と3と4の札を取ったんだけど、正しい位置。多分正しい位置、ここが1かな。あれ、あれ、お札ってここに備えるんじゃなくて、あ、あー、だろ、だからお札は全部で5枚あって、それぞれの石碑に置きに行くのか。だから、右側には3つ石碑があって、左には2つあるんだね。私は今お札を4つしか取ってないから、どこか1個取ってないんだ。で1、3、4、8、10だ。8のお札を取ってないんだ。 OK、 分かった。じゃあこ一番下8だから、8のお札は取ってない。でこっちが、ちょっと待ってしょうがない、こっち側は諦めよう。はい、一定時間逃げ続けましょう。下、あ、ずっと来る。あ、こっちだ、最後の取ってないやつ。でも待って、来るんだけど。あ、消えた。 OKOK、 じゃあこれが8の札だ。はい、あれ取れない。はい、取る。はい、8の札。はい、でここに置こう。はいはい、どの札置きますか。ここは4です。 OK。で残りのもね、お切り行こう。あー、待って、え、これやばい、これね。ーよいしょ、見えないから。よいしょ、はい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 。あー、やばいやばいやばい、引っかかる、この石が。やらしい。あー、待って、やばい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 、まだ来る。あー、消えた。もうセーブしよう。もう一回こっち。ああ、いるんだ、あっちに。オッケー。ってことは、上に行こっか。はい。はいはい、ずっと来るやん。あ、待って、やばい石に行かかった。ああ。石が結構ネックだな。次気をつけようね。場面変わったらすぐ石があるから。あ、やばい、積んだ。積む、あー、引っかかるやばい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 、あ、いなくなった。おああ、はい、ここが、10です。でそのまま下の8を置こっか。ああ、もう鬼姫様出てこないでー。あ、ダメかー。よいしょ、もうちょっとゆっくり行こう、時間潰すと。ここで、はい、いるー。よいしょ、
ここで、こうだ。はい、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 はい。よいしょー。で、そのまま下に行こうね。はい。消えて、消えて、消えて、消えない。消えない。あ、消えた。ふぅ。はい。た。はい。押しきまーす。はい、ここが8。オッケー。はい。1。3。あ、合ってた？行こう。戻ろう。出てこないでね。出てこないでね。出てこないでね。はい。はい、どうだ？あー！道できてる、ここ。あー。大根畑かな？株。ふふ。あれ？あれ？まだ続くの？街もやっぱりいつもと様子が違う。いつもだって暗くなれば人通りは少なくなる。だけど、今は人通りどころか、家の中すら人の気配が感じられない。もしかすると、ああ、いや、決めつけるにはまだ早い。コンビニへ行けばさすがに誰か一人くらいいるはずだ。コンビニは家へ帰る途中にある。ちょっと寄ってみよう。では行きます。